アレクサンダー・フランシス・ニールは、スコットランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手としてのキャリアを、エアドリオニアンズ、バーンズリー、マンスフィールドタウン、ハミルトン・アカデミカルで送り、ハミルトン・アカデミカルでは2013年に、選手兼任監督となり、2014年にはクラブを、スコティッシュプレミアシップ昇格に導いた。2015年にノリッジシティの監督に就任し、イングランドのフットボールリーグで2番目に若い監督となった。2014から15シーズンにチャンピオンシップで3位となり、2015年5月25日に行われたプレーオフでミドルズブラを 2-0 で下し、プレミアリーグ昇格を決定した。センターハーフのポジションを務めたニールはエアドリオニアンズでプロとしてのキャリアを始めた。2000年にバーンズリーに加入し、2004年にマンスフィールドタウンに加入するまで4シーズンを過ごした。マンスフィールドタウンで1シーズンを過ごした後に、ハミルトン・アカデミカルと契約を結び、アクシーズでは積極的なプレースタイルから多くのアクシーズサポーターの人気を集め、お気に入りの選手となった。2008年にはジェームス・マッカーシーやジェームス・マッカーサーラと共にディビジョン1で優勝を経験し、2011年5月6日にはクラブと新たに契約を結んだ。ビリー・リードがクラブと双方の合意の基づき2013年4月3日に契約を解除し、ハミルトン・アカデミカルの監督ポストが空席になると、ニールが選手兼任監督として監督代行を務めることになった。2013年5月24日に31歳で監督に正式に就任し、初めてフルシーズン指揮を取った2013から14シーズンは、プレーオフの末、クラブをスコティッシュプレミアシップ昇格へ導いた。2014から15シーズンは、良いスタートを切り、76年間の対戦の歴史の中で初めて、セルティックパークで、セルティックから勝利を挙げた。2015年1月、ニールは、ハミルトン・アカデミカルから許可を得た上でのノリッジシティと監督就任について話し合い、2015年1月9日に33歳でのリッジシティの監督に就任することになった。2015年1月10日に行われたボーンマス戦で初めて指揮を取り、首位を走っていたチームから2から1で勝利を挙げた。ニールが指揮を取った2014から15シーズンの25試合でのリッジは17勝を挙げ、フットボールリーグチャンピオンシップを3位で終了し、プレーオフ進出を決めた。プレーオフでは、ライバルクラブである、イップスウィッチタウンを2試合合計4から2で下し、決勝では、ミドルズブラから 2-0 で勝ちを挙げ、2015から16シーズンは、プレミアリーグで戦うことになった。2014から15シーズンの終盤には、クラブと、新たに契約を締結した。ありがとうございます。